皆さんこんにちは。クリプトンです。今回は雷の矢筒が強いという噂を耳にしたので、雷の矢筒をハープで打ってみたいのと、昔に紹介したクールダウン編成の冬の指先を、使えそうなステージがあったので使っていきます。それではどうぞ。チャンネル登録よろしくね。まずは雷の矢筒で攻略していきます。果たして強いのか。よりも火力ありますね。矢が大量に出ているので雷がたくさん発生しています。5分溜まるので花火ほど忙しくないですね。ロイヤルガードも削っていけますね。強いです。おっと、重力パルスで引き寄せられてしまいました。ハープは囲まれると弱いですね。カビがいるところまでやってきました。雷も花火と同様敵の集団に強いので、ここなら活躍してくれそうです。やば。一気にスケルトンが倒れていきましたね。雷は花火に比べて5本でクールダウンが追いつかないこともないし、生命の負担も少ないので、とても強いと思います。敵に囲まれると弱く、結構死んでしまいました。やはり指先が必要ですね。でも雷は強いので、花火を使っている人は試してみてください。それでは次行きましょう。次は昔紹介したこの指先を使って花火、雷ビルドをやっていきます。連鎖反応がないのであまり強くなかったのですが、このステージは元からマルチショットがついているので期待できます。お、本数はすごいですね。クールダウンがなかなかされないなぁ。やはり結構矢を消費してしまいます。あと操作が忙しいです。弱気はないですね。矢を大量に集めておいたり、厳選をすれば便利に使っていけそうです。だいぶ慣れてきました。連鎖反応があればもっと強いと思います。でも強いですね。ここら辺で雷に変えていきます。指先でも強さは発揮してくれるのでしょうか。強いですね。花火に比べてクールダウンの心配がない点がいいですね。矢も減らさずに進むことができます。最後までやってきました。雷で奇襲を乗り越えてみます。やっぱ強いですね。連射されてても平気です。なぬ？何の連射だったのでしょうか。これと変更かよ。再生とエコーテ。火力の HP も、雷で頑張ってみます。でも再生されちゃう。ビバリして準備でいきます。くっ、一体倒せたけど切れた。逃げろ逃げろ。
なんかうまい具合に逃げれてる。不利になってしまいますが、使えましたね。これからも厳選を頑張っていきます。良ければチャンネル登録などよろしくお願いします。それでは、またねー。